今日は簡単にできるおやつをご紹介します。さつまいもの芋チョコです。材料はさつまいもとお好みのチョコレートと、あと最後に振りかけるのは我が家はきな粉とココアにしました。あと縄文笛が必要です。では早速作っていきます。芋が柔らかくなるまでに時間がかかるので、この縄文笛を吹きながら待ちます。チョコレートが溶けてこんな感じになります。